もしあなたが私のようにネット上でね、365インチ商品を自動的に売り続けたいのであれば、えー、必ず今回お伝えするエバーグリーンタイマー機能というものをね、ぜひ活用してください。 こんにちは、ヒートルフィリップ太郎です。いつも私の動画をご覧いただきありがとうございます。初めて私のチャンネルをご覧になる方はね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あと、この動画の内容もね、役に立ったと思ったらですね、あの、いいねの高評価していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。えー、さて、今回はですね、えー、ネット上で商品を販売するためによりね、あの、たくさんの方に自分の商品を買っていただくために大切なですね、その締め切り機能というものについてですね、その締め切りの重要性と、それを可能にするね、 カウントダウンタイマーツールっていうもののね、えー、使い方についてねちょっと私が使っている実際にねお金を払って使っているツールをご紹介しながらね、えー、ちょっと実際のやり方を解説していきたいなというふうに、えー、思いますので、えー、もしあなたもネット上でね特に私のようにね自動的にね商品を常に販売していきたいよっていう方はですねお役に立ていただける内容になっておりますのでぜひ最後までね聞いてご活用いただければなというふうに思いますじゃあちょっとね具体的なツールの使い方について解説をする前にまず すすごく大切なですね人間心理についてのお話をしたいなというふうに思います。これね、あの商売をする方は必ずね知っておいてほしいそのねあの、まあ、メンタルトリガーって考え方があるんですけども、まあ、人ってねどういった時に行動するか、まあ、行動心理学っていう学問でねこれ解説されてる考え方なんですけども、まあ、何かしらの,その、ね、メンタルな引き金があると。 何かしらね、あの、心が動くことによって初めて人っていうのは行動するわけですよ。で、そのトリガーっていろいろあるんですけれども、すごく大きなトリガーっていうのがその締め切りなわけですよ。 そのやっぱいついつまでに何かしてね、決められた仕事をやらないと、そのサラリーマンとかでも上司に怒られたりとかですね、お客様にね、迷惑をかけたりとか、最悪クビになってしまったりとかですね、何か裁判を起こされてしまったりとか、やっぱそのめちゃくちゃね、あの不利益といいますか、そのやっぱり痛みがあるわけですよ。なので、そのやっぱ締め切りがあるからこそ人は行動するわけじゃないですか。とってやっぱ締め切りがないと、良くも悪くも何も行動しないわけですよ。で、その商品を買うときも一緒なわけです。ね、別に ね、あの100円とか、その人によって金銭感覚違いますけれども、安い商品だったらね、まあ別にね、すぐ買おうって話になるんですけどちょっと高い商品欲しいんだけれども、どうしようかなみたいな形の、少し検討が必要な価格帯の商品っていうのは、基本的に人はできるだけその決断を先送りにしたいわけですよ。なぜかっていうと、そのお金を使うっていうことがですね、そのやっぱりその最終的にはね、アドレナリンが出て楽しくなるんですけど、その決断をする前に人は悩むわけ っていうだけその決断をしたくないわけですね。なので、もし僕らが商品を販売する際も、やっぱりそのね、商品を売るのに慣れてない人がやりがちなのが、締め切りをね、あのー、設定するのは怖いと。あの、すごくなんかね、売れなくなるんじゃないかなって形で、あの、すごくやっぱ怖がるわけですよ。でもそれは反対で、その締め切りがあっ でいついつまでしか買えないからこそ人はねあなたのページに殺到して商品を買わせてくれっていう形でですねあなたの商品を買うわけですなのでその僕らはねそのあなね僕らあなたがどんな商品を売ってるにしてもですねそのご自身で商売を言れてるってことはですね、まあ、自分で売ってる商品をお客様に買ってもらうことが正義だとね、お客様に僕らが売ってる商品買ってもらうことで何かしらお客様の人生に少しでもいい影響を与えるっていうね心の外から信じ 信じているからこそね、僕もあなたもビジネスをねあの行,わるると行われていると行われていると思うんですよ。なので、そのねお、お客様にその商品を買っていただくそのね、後押しをするためにちょっと背中をね、押してあげるためになかなか人はね、その自分のそのの、ね、あのー、判断力、決断力だけだといつまでたっても決断をすることができないのでじゃあその何月何日までに申し込まないとその値上げしますよとかこの価格ではもう申し込めなく、えー、なりますよとかですねこの特 店がなくなくりますよとかもしくは販販売売数数とかね販売人数に縛りりがありますのでもう買えなくなりますよ、在庫がないですよじゃないですけども、まあ、そのねいろんな締め切りというものをねあの締め切り機能を使うことによってそのお客様のね背中を押してあげて決断する手助けをねあのすることができますのであのどんな商品を販売していても基本的に必ずその締め切りを設けるってことが非常に大切になるわけです。そうししなないいとどんなに素晴らしい商品でも いつまででも買えるんだったら、そうね、買わなくても痛みがなければ、人、ね、は基本的にね、どんなに良い商品だと,としても、絶対にね、商品は買えませんので、えー、必ず締め切りっていうのを設けてください。で、僕もね、いろんな商品ね、死ぬほどネット上でね、あの売ってきましたけれども、やっぱその売り上げっていうのは一番ね、最終日、本当にね、キャンペーン何日やってて、まあ、その3日間のキャンペーンであろうが、1週間とか2週間とかね、1ヶ月のキャンペーンであろうが、その共通するのは必ず締め切り 切り間際に、ね、お客様は駆けけ込むわけですよ、ね、その3日前にあこんな商品あるんだって知った人も1ヶ月前からあこんな商品あるんだって知った人もですね,ねいつ商品の存在とかキャンペーンの存在を知ろうと基本的にすごく多くの人がその、ね、最終日に初めて必ず申し込むわけですとかね最終日の本当なんかね申し込みの、ね、5分前とか、ね、1分前とかに申し込む人も必ずいますのでそのやっぱりね売上げの最終日っていうのが本当に一番 一番ね、売り上げ、お客様が殺到しますので、えー、僕なんかも商品ね、いろいろ販売させていただいてますけれども、やっぱその最終日にちょっとね、もう一本メールを追加するとか、少しプッシュをするだけですごく売り上げっていうのはね、かなり伸びますので、もしあなたがネット上で商品を販売する際に、まあ、最終日にしっかりメールを送っていないとかね、何かお知らせ、最終日ですよっていうことをね、とか、もうすぐ買えなくなりますよってお知らせをしていないっていう場合、めちゃくちゃもったいないですので、えー、必ずね、そのね、締め切りの設定をするようにしてください。 で、そのために、そうね、じゃあどうやって締め切りをするんですかと。ね、あの、例えば、そうね、もう買えなくなりますよとかですね、例えば4月31日でも買えなくなりますよと言ってるのに、なんか8月1日になっても買えてたら、それはね、おい、なんかこの野郎嘘つきやがったなみたいな話になってですね、要は信用がなくなるわけですよ。ね、まあ、なので、そのね、僕のおすすめはカウントダウンタイマーツールというね、えー、ツール、まあ日本でもいろいろあると思いますし、ね、あの、プログラマーさんとかエンジニアさんにね、自分で作ってもらう。 お願いする方もいらっしゃるとは思うんですけども、例えば僕のサイトであれば、これね、もうそのね、あの、売ってない、ね、ちょっと閉じているね、あの、キャンペーンなんですけど、まぁ、あ、こんな感じで、その、セールスページですね、あ,あの、僕が使ってるデッドラインファネルっていうツールを使うと、まぁ、あ、このようなね、ページの上とか下とか好きなところに設定できるんですけど、まぁ、あ、このようなタイマー機能ですね、まぁ、あ、海外のツールですけれども、日、時間、分、秒とかですね、募集終了まで残りあとみたいなね、あの、文言をね、日本語でも入れることができますので、サイトに、こう、 こういったカウントダウンタイマーというものを貼っておくとですねやっぱこれがどんどんね数字が少なくなっていってまあ実際にこれが0になると本当に私のねあの場合はそのもう変えなくなりますよっていうページねご覧になった方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、本当に変えなくなるわけですよねこれで変えてしまったらおいふざけんなとねっていう話になってしまいますので、まあ、僕もそこをねミスしないようになんか設定ね間違えしないようにまあ気をつけているわけですねっていう形で、まあ、このようなそのカウントダウンタイマーツールと といううもののををでで、すす。ね、あの使うことをお勧すすめしますで僕の場合はねちょっとさっきも言ったかもしれないですけどデッドラインファネルというツールをですね、えー、使っていますはいね僕実際にこれ使ってねいろんな僕のねキャンペーンやる際は必ず使っているツールなんですけどもなぜわざわざこのツールを使うのかっていうねお話をちょっとこれからしていきたいなというふうに思いますその僕がこのデッドラインファネルを使うねメリットについてちょっと紹介したいなというふうに思いますちょっとねあの図を 書いてホワイトボードで、説明しましょうかでまず、そのね、普通はですね、ちょっとね、あの、文字は下手ですけど、勘弁してくださいで。僕らのね、今お見せしたようなサイトがあってですね、まあ、そこで何かしらね、その商品をね、あの販売するわけじゃないですか。ね、っていう形で、そこでカウントダウンタイマーをね、ツールを使って、まあ、7月31日までですよっていう形の締め切りを区切ってですね、じゃあ、これが8月ね、1日になったら、もうこのサイトは閉じて、商品買え ななくなりますよっていうのが、まあ、通常のねカウントダウンタイマーツールになりますよねで僕の場合は365インチ広告をかけてですねそのお客様それぞれに異なる締め切りをあの提供しているってそういったねちょっとねあのテクニックを行ってるわけですそのことをエバーグリーンタイマーとやったり呼んでいますはいちょっと書きましたけどエバーグリーンタイマーツールというねまあそういった機能はそのねあの僕が知る限りはこのデッドラインファネルっていうものを使わないとちょっとねあのない 使えないわけで,すよで、このエバーグリーンタイマーツールってどういうことかっていうと、これも図でちょっと説明したいと思いますけれども、まあね、あの、サイトがありますよね、同じように。サイトがあって、ここで商品を販売しますと。で、その僕の場合ね、その広告を使ってですね、 あのサイトにお客様をねまあ誘導すると、まあ、厳密に言えばね最初メールアドレス登録していただいてまあ、そこからですねまたサイトに来てもらうっていうメールステップメールとか送りながらね何度も何度もこの商品の販売サイトに誘導するってことを行ってるんですけれども例えばねお客様がこのサイトに来たのがですねあのお客様 A の場合ね1人目のお客様が例えば7月1日にお客様が来たとしますよね。はい そうすると、4月1日がスタートポイントになるわけですよ。これをトリガーって呼んだりするんですけれども。で、そこで、じゃ例えば、その3日間限定のエバーグリーンタイマーというものをね、設定したとしますよというふうなお話になります。例えばですけども。そうすると、4月1日にね、サイトに来た人は3日間限定なので、4月2日、3日、3日までしかこの商品は買えないわけですよ。 この A さんが4月4日にまたサイトに来てもですね、もうこの商品買えなくなるわけです。なので僕の場合はですね、自分のサイトにそのね、お客様が登録していただいて、まあメールをそうするためメールアドレスをいただいて、ステップメールというものを送ることができるようになるわけなんですけど、そのステップメールというものの中でもですね、4月1日にね、登録していただいたらね、じゃあこのね、 あ,のあと2日間しか買えませんよ、ね。合計3日間ですよ。みたいなことをメールを送ってですね、7月3日のめに送る、ね、メールの中では、あもう本日最終日ですよというふうなご案内をまたメールですることによって、7、まあ、月4日になってからお客様がまたサイトに行っても、もう商品買えない状態ですよみたいなね、えー、そういった話になるわけです。なので、お客様 B がですね、じゃあ次の日4、ね、7月2日に来たら、7月2、3、4で、 え7月4日までしか商品が買えませんよっていう形でですね要はその分かりますかねエバーグリーンタイマー機能というのはそのねあのみんなに対して同じねあの締め切りじゃないわけですよ、ね、もちろんそのねあのみんなに対して同じ7月31日っていうねあの共通した締め切りをねあの 使ったカウウンントダ,ウダウンタイマーを作ることとはね割のようにエバーグリーンタイマーっていうね、あのツールをその開発するのは多分ね、海外でもあんまりないので、相当大変なんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。ねあの多分 IP アドレスとか、そのね、端末の情報とか、いろんなね、情報をなんかこのね、エバーグリーンタイマーのね、あのデッドラインファネルっていうツールがお客様の情報をね、なんか識別しているので、そのなんかしがこのお客様の A さんが7月 7月4日になってから、じゃあなんかね、パソコンじゃなくてスマホでね、あのちょっとこのサイトに行ってみようみたいなね、えー、そういったことをしても、その基本的には買えないですよっていう形で、かなりね、あの高機能な形で、そうね、あのブロックをしてくれるので、そのね、僕らが自動的な送るメールとかね、このねサイトのメッセージの中でもう買えなくなりますよって言ったら、本当に買えなくなりますよ、なるわけですよ。ね他の人は買えるんだけれども、そのね、あの7月1日にね、あのサイトに来た人は、 もう4月3日までしか買えないと、ね、4日になったら買えないわけですよ。っていう形で、そのお客様の行動によって、それぞれ異なる締め切りというものをその付与することができるのがエバーグリーンタイマー機能なわけです。なので、僕の商品も、ね、あの常に、ね、あの無料で登録してくださいねっていう形でですね,、まあ、そのね、いろんなキャンペーンを行っていますけれども、そのサイトに登録をしたとか、何かしら、ね、ページに来たみたいな、そういった お客様の行動ねお客様によってね日付とか時間は異なるわけじゃないですかでもその,ねあの日付によってじゃこの人は7月1日に来たから7月3日までですよとねで別の人は7月2日に来たのでじゃ7月4日までですよっていう形で人によって異なるそのタイマー締め切りというものを自動的に生成して人によってねあのねいつまで買えるかっていうのねあの日付が異なるっていうそういった機能を実装することによってですね えー、365日登録しても同じ期間しか、えー、登録ねあの商品購入ができなくなるので、えー、しっかりねあの限定性というものがつくわけですよでじゃあちょっと簡単にね実際に僕が使ってるデッドラインファネルのねあの使い方を解説したいと思います一応ね下にリンク貼っておきますのでまあ興味がある方はねお試しでも使ってみることをおすすめしますで実際に登録をするとまあこんな感じのねあの画面が表示されますでここでねあの色々僕もね今までにや やってるキャンペーンがあるんですけれどもここで新しいキャンペーンニューキャンペーンっていうものをね入れますはいであのここでですねなんかあのどの e メールサービスとどのランディングページ作成サービスを使ってるかっていうのが出るんですけれども、まあ、ここはね、あの、もし海外のツールを使われてる方はですね、あの、自分が使われてるツールを選んでください。で、日本のツールとか、ここでね、使えていないツールを使ってらわれてる方もですね、一応全然使うことはできますので、まあ、こんな感じでね、other を押すか、まあ、なんか適当に選択しても基本的には問題ないはずです。まあ、とりあえず今回はね、一番シンプルな使い方だけ解説したいと思います。で、これでですね、next に行って、 T. で、次のページで、どの、どのような締め切りのね、方法を選ぶかっていうね、そのブループリントってあるんですけど、これを選ぶことができます。で、その一番シンプルなのはさっきお見せしたような、そのう、あの、ホリデーオアフィクストデートプロモーションっていう形で、特定の本当に、じゃあ7月31日の23時59分までってね、私もね、あの、そういった、あの、締め切りのをする場合は、このね、このホリデーオアフィクストデートプロモーションっていうものを使って、締め切りを設定してます。その場合は、 ままちょょっと試ししにね選んでみましょうかじゃあ、これは、そのね、あの、8月7日の11時59分で、まあ、タイムゾーンをジャパンにすればですね、ジャパンスタンダードタイムと、えー、日本時間で8月7日のね、11時59分までですよっていうね、まあ、この8月7日っていうね、決められた、そのね、日付を過ぎるともう誰も申し込めなくなりますので、そのメルマガとかで全員に対して、本当にね、決められた期間だけキャンペーンをやる場合は、このホリデーオアフィックストデート、デートがね、 日程がフィックスされたプロモーションの締め切りを使うっていうね、えー、やり方になるわけですでじゃあもしですね先ほどちょっとお伝えしたように人によって異なるエバーグリーンタイマーを使う作る場合はどうすればいいのかっていう話なんですけれども一番簡単なのがこのページビジットですねはい要はそのねこれ何かっていうと特定のページにそのお客様がねあのー、訪問したぞとそれをトリガーにして人によって違うねエバーグリーンな自動締め切りを発動 させるっていうのがですね、まあ、あなたがどんなツールを使っていてもワードプレスでもペライチだろうがトラッキングコードというものをあなたのサイトに貼れる、えー、サイトであればですねあの簡単に自動締め切り人によって異なる自動締め切りを使うわけですよ、まあ、僕の場合ねサイトとかメール配信ツールも海外のものを使ってるので例えばそのサイトに登録があったらそのデータをデッドラインファネルに送ってその締め切りを作動させるみたいな複雑なこともしてるんですけれども、まあ、そういうこと をしなくてもこのページビジットっていうねそのキャンペーンを使えばですねその本当にトラッキングコードさえ貼れるサイトであればそのサイトに来たっていうねそのこそのお客様の行動をきっかけにして人によって異なるね締め切りを作動できるわけですよなので例えばあなたがね無料でこれ登録してくださいねっていうねランディングページを宣伝しているとしてそのランディングページに登録した後のサ級ページに来た段階から締め切りをね作動させるってうそういった 設定にしておけば、まあ、ちゃんとメールアドレス取れていれば、そうね、あと何日間ですよっていうそのメールをね、あのステップメールを書いても、まあ、そのステップメールの中で伝えるその締め切りの日付と、まあ、実際に、ね、サイト上でその表示される、ね、カウントダウンの締め切りがまあずれなくなるっていう形でですね、このページビジット、ページの訪問っていうものをトリガーにしてあの自動締め切りを発動することがそう、ね、どんなツールを使っていてもこのデッドラインファネルを使うためにね、まあ、一番簡単にその ね、あの活用で、きるやりり方にななまますののでででこのテンプレートを選んでみましょうで今回の場合は、先ほどはね、日付がフィックスされていたので、何月何日ってのを選んだんですけれども、今回はエバーグリーンタイマーですので、何日間って話になるわけですね。3日後の11時59分までですよ、みたいな締め切りになるわけです。なので、これ厳密に言えば、そのね、3日後なわけですので、ちょっとね、注意してください。ここに書いてあるように、例えば、そのね、セプテンバー1、9月1日にページにね、訪れ 訪れたらじゃあ9 59月4日の11時59分までっていうふうな形になってこの3っていう数字はこのね訪れた当日っていうのは含まれないんですよってことを知ってくださいねあくまで3日後っていうふうな形ですねなので7月1日にサイトに来たらその3日後ですので234のそのねあの7月4日の11時59分ですよってそういった計算方法ですねこのデッドラインファネルで採用していますので何日後までなんですよ ってうそういったねあのエバーグリーンのタイマーの場合はそういった締め切りの計算方法になるってことを知っておいてくださいで、Next に行ってじゃあ実際のページね貼りましょうかページをこちらに設定してますで、僕の場合ねキャンペーンは終了しましたマカナの機会にお願いしますっていうねあのサイ,サイトがありますので、えーまあ、そこにねあのリダイレクト後のページっていう形でね貼り付けるわけです ね、もっと複数のページ、例えば、そのなんかビデオページとかですね、なんか同じキャンペーン内で他にもいろいろサイトがある場合はですね、まあ複数のページに同時にタイマーを表示させることができるわけですね。まあ今回はね、1個のページだけでいいので、これだけにします。で、これでフィニッシュを押すとですね、まあ設定がね、あの、完了しますので、まああとは実際細かいですね、そのタイマーをね、まあどのようなデザインで表示するか、みたいなね、あの設定になるわけです。で、この後のね、細かい設定をこちらのね、 メニューから選べるんですけどまず行うのはそのアピアランスですね要は見た目なわけですよ あのー、見た目を設定しないと、ちゃんとね、あの、元は英語で表示されるので、まあ、ここをね、ちょっといじっていく形になるわけですね。で、最初、テンプレートを選んで、まあ、そのね、色を選びますよと。ね、僕よく使ってるのは、なんかこれにして、なんかボールドにすると、ね、赤くなりますよと。まあ、他にも色々あるんで、まあ、あなたの好きな色を選んでください。で、あと、ま、細かく色々選べるんですけど、まあ、これはこのぐらいにしといて、中身ですね。で、ここを、募集終了まで、残りあと、みたいな。 え感じででで日本語にできまますよとで、まあ、今回はいら、もうこれがね、決済ページなので、このボタンいらないんですけれども、ね、また次のページがある場合は、今すぐ申し,申し込むみたいな形でですね、そのリンクを貼っておけば、お客様から目立つところにね、あのボタンがボタンを置いておいて、そのボタンをクリックすると、また最終的な決済ページに飛ぶみたいなね、えー、そういった使い方もできますのでね、ねあのセールスページと決済ページっていうものがね分かれている場合はですね、このようなね、あのボタン っていうものをセールスページに用意しておくのもありですねまぁ、あ、ちょっと今回はいらないのでオフにしておきますであとはそのトランスレートからですねはいこのデイここの表示を日本語に変えればいいわけですねこれを日、時間、えー、分、秒とっていう風に設定するだけですよと はい、でセーブを押すときに、えー、この設定をそうねもし複数のページ先ほど作った場合はそのページによって異なる文面をね載せたいとかそうねボタンをつけるとかつけないっていう選ぶ場合はですねあのアプライトゥーカレントページこのページだけにこのデザインを適用するっていうねあのことをお勧めしますまあ、もしくはとりあえずねアプライトゥーオールページでまあ、全てのページにこのデザインをねあの適用してもし複数のページがあればこうどこからですね別のページを選ぶことができますのでまあ、とりあえず 基本のデザインをここでね。設定してあのー、セーブしてしまってえー。そっからまた別のページ選んでね。あの別のページでまた異なるね。あの、ちょっと文言を入れるっていうこともできますので、えー、これでね。あのデザインが完了します。はい、これで exit で戻りますね。で、あと、このカウントダウンタイマーをメールの中にも設定できますね。僕からのメールでですね。そのメールの中にあとね。あの何秒何,何時間ですよ？みたいな形でね。カウントダウンタイマーがね。数字が減ってくみたいな。メール見ご覧になったことあると思います。けれどもあれ？も これを使ってるわけで、すねでこのね、あの、メールも、ちょっと見た目をね、いじるくることができるわけです。で、テンプレートがあるので、まあこんな感じでですね、あの、まあ好きなテンプレートを、まあこの中から選ぶというお話になります。で、まあそのメールの、に関しては、このね、day, hour, minutes, seconds ってのなんか、日本語にするとですね、なんか、文字化けしちゃうことが多いので、まあ一応、このままね、あの、仕方なく使うようにしております。っていう形で、そのね、デザインを決めて、このメールの中にですね、このようなイメージ URL っての 貼り付けることによってですねお客様にメールが届いてそのメールの中でですねあと何時間ですよみたいな形でですねお客様がサイトに行かないでもあとどのぐらいでも買えなくなるかっていうのがねお客様にメールでも伝えることができますのであのメールの中にもねこのようなタイマー機能をそうね表示させてお客様の背中を押してあげることができますので、えー、この機能も使った方がいいよというふうなお話です。 という形でね、ちょっと主要な使い方だけざっくりと説明しましたけれども、で一番大切なのは、やっぱそのトラッキングコードというのを自分のサイトにね、貼っておかないと、カウントダウンタイマーを自分のサイトに表示することができませんので、これは必ず忘れないでください。で、一応ね、デッドラインファネルの値段なんですけれども、ちょっと昔僕がね、あの最初使った時に若干値上げしてるんですけれども、あ,あの、月額49ドルと、まあ99ドルのね、あの、プランというものがね、あります。 まあ、こっちはなんか広告代理店とかクライアントさん向けに使う場合、場合になりますので、まあ基本的にスターとかクリエイトのどっちかかなっていうふうなお話になりますね。まあこれ年間払いにすると、まあもうちょっと安くなりますよって形になりますので、まあこの機能を使いたいよって方はですね、年間払いで支払った方がお得ですね。まあ最初は49ドルのもので始めてみて、まあ最初試しにこれ使ってみて、いけそうだなと思ったらクリエイトに使えば、クリエイトにすればですね、まあ無制限のサイトにね、あのカウントダウンタイン 今を表示させて締め切りをつけることができますし、まあ、毎月1万人のねお客様にね締め切りを設定することができますので、まあこのぐらいあれば十分かなというふうに思います。 まあ別にね、私もこの会社の回し物ではないので、まあ僕は使ってるので、まああなたもね、よかったら使ってみればっていうご紹介させておくだけに留めておきますけれども、あの、このような、そのね、エバーグリーンタイマー機能って多分作るの結構難しいんじゃないかなって思うんですよ。なぜかっていうと、僕のね、えー、使ってるそのサイト作成機能とかのね、本来であればそういったサイト作成機能の中にこういった機能ってね、あってもいいじゃないですか。でもないわけですよ。まあ、簡易的な機能ならあるんですけど、人によって異なる締め切りをね、あの、提供するようなエバーグリーンタイマー機能っていうのをね、あの 簡単に提供できるツールってこの僕が知る限りはねデッドラインファネル以外にほとんどないんじゃないかなっていうふうに、えー、思いますので、まあ、もしあなたがそうねなんか毎月決まった時だけなんか締めキャンペーンを行って、まあ、その手動でねそのページ解きますよみたいなことをやっているのであれば別にこんなツール使わなくてもいいんですけれどもまああなたが私のようにね広告を使って常に商品を販売したいとでそこでそのね人によって異なる締め切りを提供してまあ毎日ねそのお客様がそれぞれね締め切り をねあの提示されてじゃあそろそろ締め切りだからね買おうかなみたいな形でですね毎日商品がねあの売れるようなそういった自動化の仕組みをね作りたいのであれば、まあ、このデッドラインファネルってね私もおすすめしますのでまあよろかったらね導入検討してみてあなたのねネット販売の自動化にね是非役立ててほしいなというふうに思いますでねまあオンラインねビジネス業界で昔からねよくあるのがいついつまで締め切りですよとか言ってねタイマーがあるんだけれども、まあ、その締め切りが過ぎたはずなのになんかロスタイムですまだ買 買えますよみたいな形でですね実はまだ買えるんじゃんみたいなことをしてるとやっぱお客様からの信用を失ってしまいますのでえー、ぜひそういうことはしないでくださいそういったねあのデッドラインパネルにはそういったなんかロスタイム機能みたいなのはないのでなんか自動的にさらに締め切りを延長するみたいなそういったねあのー、嘘くさいことはできませんので覚えておいてくださいで僕も基本的に必ずその1回ね締め切りと言ったら一度閉じるわけですよでその閉じた後にまたお客様からですね買いたいっていうご要望があれば ちょっとね、間を置いてから、じゃあまた何日間だけ、そうね、復活させますよ、みたいなね、えー、ことをするのは僕はありかな、というふうに思って、まあ僕はね、そのね、たまに再募集みたいなことはやってますので、まあその一回閉じたらもう絶対に売っちゃいけないって話ではないんですけれども、その締め切りが過ぎたはずなのに、ね、締め切りが過ぎてもまだダラダラと買えるっていうことはですね、あまり信用を失いますので、ね、あの、行わずに、ぜひこのようなツールを使ってですね、まあ自動的にね、あの、約束した期限になったら、 自動的に買えなくなくるっていうね、えー、そういった仕組みを実装することでですね、お客様の方もしっかり教育を受けて、あこの会社はちょっとね、期限が過ぎたら本当に買えなくなるからで、ちゃんと期限までに買おうみたいな形でお客様が教育されるわけですよ。まあ、なので、そのね、これまで嘘をついてねあの、締め切りが過ぎても買えるようなことをしてると、あどうせこの会社ね、またどうせね、あの締め切り過ぎても、そのどうせ買えるからそう、ね、またすぐ買わなくてもいいや、みたいな形でですね、まあ、お客様もそれに慣れてしまって、 ある意味舐められてしまいまいすので、えー、そうじゃなくてですね基本的にね締め切りをね何月何日までですよって言ったら必ずその締め切りを1回守るってことは行ってくださいで間を空けてからですねまた細胞集をするってのはね僕はまあ場合によってはありなのかなっていうふうに思いますので、えー、そのような形でですねぜひお客様の信用をね失わないようにこの締め切り機能というものをうまく使ってですねぜひお客様のメンタルトリガーねあのお客様の行動のきっかけを与えてあげて背中を押してあげてですねぜひ僕 僕らの商品ををお客様に購入しししてててもらって売上をアップしていきましょうという形でね今回も最後まで聴いていただきありがとうございましたこのツールの使い方について何かご質問がある方は、ね、お気軽にねコメント欄にご質問いただければなというふうに思いますそれではチャンネル登録とこの動画の内容にぜひいいねのねあの高評価をよろしくお願いしますそれではまた次回の放送でお会いしましょうまたねバイバーイ